もう、そしたらちょっと、これで、うち来てください。今、なんか、始まった。うん。うん。はい。はい。1個目。つながりました。わからん。すいませんね、皆さん。はい。来ました、来ました。こっちでよい、こっちでよい。よく来ました。こんばんは。もっとどんどん、じゃんじゃん、じゃんじゃん来てください。いや、結局やり方わからなかったです。トラップが。さっきのでよかったな。ちょっとやり方わからんな。すいませんね。ごめんなさい。ちょっと面白かったでしょ。オフサイドトラップ、はい。お疲れ様でした。10人呼んできてください。さて、今日のサンガ、あ、今年のサンガ、はい、ありがとうございます。迷子で、すいません。今日の趣旨、もう一つのお削除できないんですか？もう一つの方何？どうなってんの？これ、画面変えたらどうなんの？今映ってんのかな俺。映ってますか？あ、削除してください。つかD削除で。どういうこと？今日アワードパーティー参加していただいてありがとう、参加させていただいてありがとうございました。挨拶、講演会の皆さんに挨拶できてよかったです。あ、そう、もう一つ。ちょっとまたやり方勉強します。そうなの？小山津、銭湯、重広、遺跡でやばやばです。料理は味わえるほどゆっくりできなかったですね。はい。社長に挨拶だけさせてもらいました。削除完了で。日々勉強です。ありがとう。じゃあ、行きますか。皆さん。もうそういう質問、個別の質問はもう、ブブーで。あれ。行きましょう。今日の、議題というか、このシステムは不公平だ。行ってみよう。本題行きましょう。徳島監督、プレーオフの試合後に、
アドバンテージを生かした湘南が、J1 残留と。この記事は日刊スポーツで、まあ、このシステムは J2 には不公平だ。我々はプレーオフを含めて45試合を戦い22勝した。湘南ベルマーレは34試合で10勝しかしていない。まあ、この辺は細かいな。まあ、試合後に、ルール変更を冷静に訴えた。これについて、不公平だ。で、これについて、まあ、その前に、まあ、いろいろ話はあると思うんですけども、これに、このツイート、僕が見たのは、スポーツナビサッカー編集部のツイッターで、見て、まあ、それに書き込まれてるのが、なんかこう、すごくこう、いたたまれないというか、皆さん聞いてもらえます？聞いてもらえますか？エンタメでしかない。そう、それもある。このツイートについて、ちょっとその終わってから言うなよとか、やってから言うのはとか、これは違うんじゃないのかなって、やってからしか言えないでしょって思うんですよね。やる前にガタガタ言ってても仕方ないん で当然ルールも分かってて、で、まあ、勝ったら当然絶対言うてたと思うし、監督は勝ったら必ず言ってたと思う。これは絶対おかしいってことは。でも負けてもやっぱりこう唱えるというか、これは、自分たちが負け惜しみで言ってるんじゃなくて、やっぱこう、リーグ自体とかサッカー自体の公平性とか、そのあたりのことを踏まえて、言われたと思うし、まあこういう負け惜しみみたいに聞こえてしまうっていうことも理解して言ってると思うんで、水を差すって言うけど、むしろ終わって、だから言えるんだと思う。そうやね。まあ終わったからしか言えないと思う。やってから言うのはどうなんですかねっていうのとかっていうのが本当になんかこれなんか本当不公平というなら勝ってから文句を言ってください。負けたらすべて言い訳になります。こんなこと言ってたら。いつまで経っても J1 に昇格できないっていうのとかは、勝ってから言いなさいっていうのは本当に勝利至上主義というか、負けたらすべて言い訳になります。それも違うんじゃないのって思うんですけど、レギュレーション自体の公平性とか、まあエンタメの要素もね、J リーグは絶対考えてると思うんで、そのあたりも含めて、民主主義じゃない。まあJ リーグの方は、こう、いろいろ頭ひねらせて考えてると思うんですけど、J2 に引き分けてるのに残留もおかしいね。グランパス以外プレーオフ昇格組が降格しまくるから仕方ないでしょう。プレーオフ昇格組が、仕方ないってことはないと思うな。
まあ、どうなんやな、公平性。あと何かな、どう、リカルド・ロドリゲス。まあ、リーグ戦を評価してほしいっていうのは多分ないと思うんですけどね。あ、昨日テレ東でセルジオ越後 J2 の興行的にやっているプレーオフ制度をやめて、J2 の3位以上が昇格、J1 の16位以下が降格にすればいい。文句言っちゃいけないと言っていた。まあ、興行的にね、あの、見る人も面白いし、白熱するんで、それはエンタメとしてありかなとは思うんですけどね。クライマックスをリーグの最後に持ってくるっていうのは、まあ、シンプルに3位まで昇格して、あ、2位までか。上位2位まで昇格して、下位2位、J1 の下位2位が降格して、3番目、下から3番目と、上から3番目が、一発勝負でやるっていうのもありかなとは思うんですけども、まあ3、4、5、6がチャンスがあってやるっていうのも、まあ一発勝負にかけるっていう意味では戦い方も変わるんで難しいところはあると思うけど、まあお客さんは結構賑わいができていいんじゃないかなとも思うし。クリスラン、どうやって、え？J2 間のレギュレーションは納得できるけど、J1 とやるときに引き分け。そうですね。そうですね。夢があっていい。だから一つは、あの、レギュレーションの前に、あの、監督が、ロドリゲス監督が終わってから、まあ、こうやって負け惜しみみたいなことを言うなよって言われることも承知で言ったっていうところに、理解を示す社会になってほしい。一番。どうですか？聞いてる？寝た？みんな。考えてくれてる。それ、あの、監督が、まあ、負けた監督が、あの、ものを申すっていうのは、審判に対しても、まあ、あの、感情的に言う監督も当然いるし、あの、そういうふうになりがちやけど、でもそれもいいんじゃないの？プロレスなんてもっと言うてるしね。なんか今、はってなりました？前日会見とあればまた変わるでしょうかね。試合前に言えないよね。あの、このレギュレーションはおかしいっていうのは、まあ、それこそ水を差す。なんか諦めてんのか何なのか、またチームの士気に影響も及ぼすんで、ゲーム前はもう勝つぞとしか、それこそ言えないので、そうね。言い訳はやめろで、失われた改善のチャンスはとても多い。で、組織に対して、個人の、一個人の監督が、あの、ものを言うっていうのは、
やっぱりそのチームのことも今後のサッカー全体のことも含めて、でリカルド・ロドリゲス監督なんかってスペインとか他の海外でもやってるわけで、その正当な、リーグ戦運営の、まあ、文化というかそういうものも積み上げてるところでやってきてる人があえて言うっていうのは、この日本のリーグ運営はまだまだ未熟だっていうことであって、それを批判とかそういうことじゃなくて、一つのこう意見、前向きな意見として、奥さん入ってくるね、前向きの意見としてやっぱりこう取り上げる、何かこう組織に物申すとそれは批判だっていうことじゃなくて意見なのよね。これは僕の意見なんですが、試合前から高井の目標値が上に上がってた。風呂入ってきてください。どういった方法だと公平？まあレギュレーションよりまずはね、まずは監督が、負けた監督がしかも海外から来て日本よりもサッカー文化に長けてるところから来て、それでこのレギュレーションに負けた後に物申すっていうのは、やっぱこう日本の仕組みが未熟だっていうふうにまず取るべきだと思います。私は。そうね。だから知る。まずそういう意見があるんだっていうことを知ってもらうっていう意味では、意見しないと、黙ってたら、で会議の場で、そういう会議の場にもなかなかそういうものって議題に挙げられないんで、直接そうするとやっぱメディアの前で言うことで、波風立つかもわからないけど、そういう意見があるんだっていうことをやっぱり意思を示すっていうことは、本当にこう勇気もあるし、本当にこう日本のサッカーのことを考えて、自分のこう立場、悔しいから言ってんじゃなくて、もうそんなことはもう分かりきってることなんで、悔しいのは。それでもあえてそういう場所で言うっていうこと。保身？保身じゃないよね。そうね。考えてくれてる議論というか、J リーグもどういったものがいいかっていうのは考えてるらしいです。僕が思うにルールとしては、プレーオフ制度をなくせばいい。そして昇格チーム。そう。まあ、それもね、ちょっとクライマックスも欲しいかな。リーグ自体に。まあ、もっとお客さんが、 J2 も工業的にお客さんが入って、海外のリーグのように、通常のリーグ戦にお客さんが入ってれば、多分自動昇格で、昇格降格で、もうそのまま終わっていけばいいし、もう日常的なリーグ戦運営で、クラブに、まあ、収益がある程度確保できるようなリーグ文化ができてればいいけど、なかなかやっぱりそこ、観客動員で、あまり地域に根付けてないところっていうのは、エンタメの要素。で、エンタメの要素があるってことは、ニュースで取り上げてもらえたり、広く社会に知ってもらえる機会になるんで、リーグ戦だけだとサッカーメディアは当然取り上げてはくれるけど、
サッカーに興味ない人にはほとんど届かないんで、やっぱその方にも届くっていう意味では、まあ、そういうクライマックスを、何か意図的に持って宣伝効果も含めてやるっていうのは戦略的にあると思うんですよね。プレミアの参入プレーオフの観客数えぐい、まあ、それが文化やと思うしね。違いV ゴール延長戦 PK 等変更時は何か、え、なんかすごいみんな意見めっちゃ書いてくれてますね。あ、そもそも J クラブが増えすぎじゃないですか。そう、まあ、プレミア感を出すっていう意味ではそうですけど、どうなんですかね。僕は以前聞いた情報では、J リーグ、ちょっと難しいね。まあ、本当に小さい町であれば、J3 でも JFL でも、あの、2000人、3000人とか。で、海外にはそういうクラブもあるし、4部、5部でも。決して J1、J2 がすべてその地域にとっていいっていうことではないと思うんやけど、まあ増えることによってその J3 でも JFL でも、地域の一つ、起爆剤になるような人が集積できるような場所ができるっていうのは素晴らしいことやと思うし、それが J3 とか JFL とかがなければ、もう何百キロとプレミアリーグのように離れたところに見に行かないとならなくなるんで、そうするとなかなかそこまで行けない人は全く触れる機会がない。テレビで見るしかない。実際に憧れでしかなくなってしまうんで、そういう意味では、日本全国にいろんなカテゴリー、レベルはあるにしても、プロリーグがあるっていうのは、まあ、素晴らしいことじゃないかなとは思うんだけど、うん、地方創生に使えますよね。3000人、4000人、2週間に1回、J3 でも、まあ、5000人のスタジアムなんで、まあ、そこがいっぱいになるようなものが、人口5万人でも、少ない、まあ、10万人未満のところでもそういう場所ができるっていうのは素晴らしいと思うし、エイバルなんかはそういう地域っていうふうには聞いたりもしてるし、ねえ、だから日本もね、大きな都市の人たちはなかなか地域のこと、地域というか過疎が進んでいるような地域のところのことはイメージ湧かないかも分かんないですけど、そういうところにすると JFL でも J3 でもすごく地域の地域を活性、まあ、元気づけるものになるんで俺が起爆剤、よくね台風みたいだとは言われますけどね。まあ地方だと遠征大変やけど、例えば J3 がまあ東西で分かれてやってもいいと思うし、前、
育成リーグみたいなのをやってたけど、まあ、もっとプロとしてそのクラブ規模、地域の規模に合った、どこもが J2、J1 を行く必要はないと思うんで、クラブ規模に合った運営でプロクラブっていうものが全国にあるっていうのは、いいんじゃないかなと。プロスポーツが身近にあるっていうのは、まあ、サンガもそうやし、いろんな他のサポーターの人もここ見てると思うんですけど、もうその自分の大都市に J リーグが全くないっていうことを考えたら、地域の人たちがどういう生活してるか、生活というか、ね、松本山雅もすごいですよね。どういうこと？中田リーグと一蔵リーグ。YSCC、ね、スクール運営されてて、吉野さんですね、理事長。移動距離ね。だからその辺は近いところで、まあ15とか少ないリーグでやってもいいやろうし、チームが増えていけばね。え、中田一郎さんが京都新聞に、京都サンガ FC は本当にサポーターに愛されていないとインタビューした記事を拝見しました。言ったかな？最初の頃言いましたかね。反町さんは本当すごいですね。大倉さんも頑張ってますね、みんな。だから、ね、和歌山も、まあ、そういうこうスポーツの力で、やっぱ地域にその人の流れを逆に都心に向かうっていうことじゃなくて、やっぱ産業がない、仕事場所がないんで、そういうスポーツで、スタジアムができる、5000人以下のスタジアムができて、あ、以上か、5000人規模の入るスタジアムができる、プロクラブができる、そこで20人30人が雇用される、で、そこに 4,5 千人集まるってことは、飲食もあれば、アウェイチームから宿泊も来て、で、お弁当買って、お土産買って、お酒も飲んでっていう風に人が動くところで経済が活性するんで、で、プロがあれば、そこに住む子供らにも、そういう、夢、希望というか、まあ、努力することの大切さみたいなものも伝えられるんで、産業とスポーツは同列の規模にはなりません。なぜそう言えるんですか？高原ビール。え？銀河高原ビール。はい。今年はスターグルーも去年より良かった。どこの話かな？京都？アルビとかはね、アルビとか僕らがもう高校の時からフェスティバルっていう形で、夏のシーズン、もう多分小中高とかもかなり、大きな規模の大会を頻繁にやられてたっていうのがあって、まあ、それでこうサッカーで集客ができる、宿泊を
伴うような大会ができるっていうことを多分地域の人らが知ってたんで、できやすかったんじゃないかなと。このクラブすごいなって、クラブもう地域おこしからやって、地域おこしのために会社作って、サッカーの哲学がそこに伴って、サッカーっていうものを発展させながら地域も発展させてるっていう意味で言うと、で選手も育ってるっていう意味で言うと、鹿島アントラーズじゃないですかね。内情は実際は知らないですけど、外から見てて、もう根本会社、鹿島アントラーズの会社を作るっていうところから、地域を活性させるっていうことが目的、サッカーで活性させる。だから経済、地域の活性、スポーツ、サッカーっていうものが並列であるから実現できたっていうことじゃないかなと。はい。プレーオフがあることでデメリットって何があるんでしょうか。いやー、選手らが消耗すること。と、ぐらいじゃないのかな。あとはやっぱメンタル的にちょっとショックは大きいかな。リーグで、例えばレギュレーションで3位のチーム上がれるってなってんのに、今年は大宮かな、下のチームに負けたりすると、その42試合のリーグ戦を否定されたような気持ちになるような、メンタル的にそういうショックは大きいのかなと。ただまあ上位は優位になってるんで、それを生かしきれなかったっていうのも、事実やろうし、あ、そう日本経済新聞の記事に取り上げられそうな今日の配信ですね。だからちょっと整理すると、リカルド・ロドリゲス監督はよく言ったと僕は思います。でそれに対して、なんか負け惜しみみたいなとか、終わってから言うんじゃねえよっていうのは、理解されてなさすぎる、勝利至上というか、勝ったものしかものを言えないような社会ではダメで、で一度勝ってしまうと、一度上に立ってしまうと、全てのルールを決めてしまえるような形になると偏ったリーグになるので、やはり、そのあたりは、まあ、民主主義というか、ただの多数決じゃなくて、どうやって、リーグ全体を活性させていって、まあ、日本全体をレベルアップさせていくのか。弱者がつらたん？どういうこと？なんかみんなあれやね、字が多くなったから速読術をここで体得できるかなねえ、入れ替え戦ガチでね前園さんの言う通り、前園くんなんか言ったのかな。あとは
やっぱり辛い、どういうこと？文章が。そうですね、なんか買った人としか言えないみたいな、その日本人の考え方っていうのはちょっとなんか変えたいよね。もっと活発に、まあ僕なんかコテンパンに負けてるんで本来ここでノーノーと喋ってられないですけど、でもやっぱり、言いたいことはね、言いたいし、でそういう意見も含めて織り込んで、まあ文化っていうか仕組みが出来上がっていくんで、勝者が勝ち続けられるような仕組みっていうのは、それはまた勝者をこうなんていうかな、の力を奪っていく、まあライバルをどうやってうまく作り出すかっていうのは大事なことじゃないかなと。失速しただけ。上の者に権限が強いのは、そうですね。本当に既得権益というか、一回その立場になってしまうと、決裁権をすべて持ってしまって、まあそれに対して意見する者が排除されるような、まあ、批判だって言い切れてしまう。で、その人の意見に、組織自体が、まあ、本当は違うなと思ってても、あまり何も言えないような組織っていうのは、あまり適正ではないかなと。僕は別にどこのことを言ってるわけじゃないですよ。うん。あとはちょっとあれですね、最後の J1 とのプレーオフはやっぱ同点でも J1 がっていうよりはもう一発勝負で勝負を決めるのがいいかなと。で、ある方が、まあ、J1 は J2 で戦うよりも厳しいから、それぐらいのビハインドを背負っててもいいんじゃないかと。要は J1 の方が厳しいリーグなので、同点でも、残留するでいいんじゃないかっていうのはあるけど、でも J2 ももう厳しいんでね。で、同じように勝って、昇格できるに近い力を持ってきてる。で、J1 の16位っていうのは、降格に近い力であるっていうことを一発でもう平等にやるっていうのは最後いいんじゃないかな。で、J2 の3、4、5、6に関しては、やっぱリーグ戦42試合のやっぱ上位があるんで、同点であれば上位チームが上がっていくっていうのは、まあ適正かなと、納得はできるかなと。で、その4チームの中で1チーム決めて、最後は J1 の3番目と一発勝負を。で、これもちょっと今日話してて、なんか国立がどこのホームでもないから、そこでやったらみたいなこともちらっと聞いたんですけど、国立みたいな大きいところでやると、やっぱそのエンタメ効果がだいぶ下がると思うんで、やっぱこう2万人以下ぐらいの規模の専用スタジアムで、
まあ、各地域に3つか4つぐらい決めといて、で勝ち上がってきたところのバランスを見て最終的に、まあ、中立というかところでやるのはいいんじゃないかなと。で J2 だと、まあ、2、3000人のサポーターが行って J1 だと1万とかが行くと、あのそこをスタジアム自体もね、国立だと関東有利になるし、そんな5万も6万ものところにね、2万人入ったって3分の1なんで、やっぱりちょっとこう迫力に欠けるし、盛り上がりに欠けるんで、まあ、2万人以下のところを1万5千とか、また広く宣伝して、サッカー普段見ない人も来てもらって、ちょっとプレーオフの一戦をみんなで盛り上げるっていうのはいいんじゃないかなと。公平性の観点だとホームアンドアウェイの方が、そうなんですよね。でもスケジュールがね、やっぱだいぶ厳しい。でもう42試合で、しかも3試合3週またやって、その後まだなので、リーグ戦終わってから5週間かかるんで、1ヶ月以上かかるっていうのは、オフも含めるとだいぶやっぱそれは厳しいかなと。なるほどと思ってください。東北ユアテックスタジアム、仙台、関東、福利、ヤマハね、そうそういうところで一応候補挙げていいですよね。ホーム&アウェイは、うん、日程的に、そう天皇杯もあるし、だからいろいろね、 J リーグの人も考えてくれてるのは間違いないと思うけど、でもやっぱり最後の一戦、 J1 が、まあ、有利なこのレギュレーションっていうのは、まあかなり J1 の、まあ、J1 は一発だけなんでね、36試合した後ので、それが J1 の普段のあのリーグ戦の厳しさを経験してるからだっていうのは、僕はちょっと違うかなと。プレッシャーはねまあ応援されてる人数が多いっていう意味とか、扱ってるお金がまあ少し大きいっていう意味では、責任が重いっていうのは多少あるかもわかんないけど、J2 のクラブでも J1 のクラブでも J3 でも、地域を背負ってスポンサーさんから応援してもらって、で地域の、まあ、サポーター、人数は違えど、その責任っていうのは基本的には一緒じゃないかなと。でリーグの厳しさ、当然 J1 にいる選手はタフでレベルも高いので、J2 に行けばその辺の一人のポテンシャルというか、能力っていうのは少し落ちるかもわからんけど、その選手同士でやるんで、結局しのぎ合いっていう意味では変わらないかなと。なので、やっぱ最後のところは一発勝負、公平にやるっていうのが僕の意見ですかね。え、45分、なんか奥さんが喋りたそうやな明日皆さんお仕事でしょうね。あんまり遅くなって、
引き分け延長ゴールデンゴール方式。延長ゴールデンゴール方式、PK。ねえ、ゴールデンゴール。まあ、それもね。ゴールデンゴールって他の国でやってるとこあんのかな今。90分間パス回しでスコアレスドローに持ち込んでも残留できるってことですね。うん、そう。え、今の柏なら？いやー、わかんないですね。これからの補強次第やし、J1 もどうですかね。でも J1 もまあ面白いけど、サッカーの今監督は J2 の方が面白い監督は多いんじゃないかなと。その面白いっていうのはサッカーの戦術的に結構こうしっかり形を持ってて、で一人の能力の高い選手に頼るっていうよりはチームで戦う監督が増えてきてるんじゃないかなと。中田十三の位置もその名前もやめたらどうですか、そのパンダのオルンガオルンガオルンガってね。個性的な方が、うん、多いですよ。風間さんね。全然、今度ルンガが中田さんごめんなさいという、言う会いいです。全然いらないです。謝る必要もないし。あのね、資金がないから監督力がないではないよね。資金は、資金力とかお金の多さではないと思うね。まあ、それでもの言うと、今年の水戸とか、あそこまで上がれるはずがないので、やっぱりクラブ力。クラブがその資金をいかにそのクラブの人が効果的に結果を生むために使えたかっていうことを競い合ってるわけなんで、だからお金がないからいい監督が来ないから結果が出せないっていうのはもう全然的外れ。うん、マイノスね。資金力そこまで。だから資金力に物言わして、能力の高い選手を、高い選手を集めれば、勝てるなら、もう、まあそういうチームが勝つ、風になってしまうんで、まあそう、当然もう規模が違いすぎると、そのあたりは、でも10億規模のクラブが100億規模のクラブに、今の J リーグであればリーグでも上位に行く可能性っていうのは十分あるんじゃないかな。まあ、5億ぐらいのクラブが50億のクラブに勝つっていうのはちょっと難しいかなとは思うけど、でも10回やったら1回ぐらいは勝つんじゃないかなと。
今日は活発に容器変えてくれてるな。皆さんね、ありがとうございます。ヨルディ・バイス、いい選手ですか？いい選手ですよね。野々村社長が日頃サポーターに説明してますね。クラブの強化費と現状。野々村社長、いいですね。ちょっと、売り込みしとこうかな、野々村さんに。ああ、松本神戸にね、買ったんね。ファンエンゲージメントに投資するのはどうですか？エンゲージメントって何やろ？サンがスアレス取れば優勝できるよ。取れる？まず取れるっていうか、お金を積んで本人もお金で人の心は動かせないからね。動く人もいるけど、あれぐらいのレベルになればお金じゃないところで物事を判断することも多いと思うんで。え？噛みつくから罰？何それ？スアレス取ったら、ねえ、破産するし、スアレスが爆発するんじゃない？あのプレーじゃなくてね。ずっとも2チーム？ずっとも2チームってどこなの？京都と千葉。言わんでね。サポーターとサンゴの関係者が言い争いしてる動画を YouTube に上げました。多分ご覧になったかもしれません。見ましたよ。まあ、ああいうのはサッカーの恥。自分もやってしもたけどね。でも、ない方がいいよね、やっぱり。京都と千葉。お金かけるならフォワードですか？まあ、フォワードはお金かけるならっていうか、点取れる選手はやっぱ高い。バランスやんね。鬱陶しいな。ちゃんと。申し訳ないって何？ちょっと今日の議論終わりました。もうこれリアルタイムですよ。監督の来季注目してるのはもう京都でしょう。サンガももっとお金かけて J1 行って利益上げた方がいいやろ。お金かける価値があればね、お金は出てくるし、応援してくれる企業さんは増えると思うけどね。だからお金をどうかけるっていうのはみんな簡単に言うけど、かけられるお金をどうやって生み出すかっていうことの方が最も重要で、400行きたいですね。あ、本当に気づいたら
ねえ、観客動員上げて、やっぱりお客さんに魅力的なチームを作ってきて、サッカーも面白いし、その他も楽しめるしっていうのを、やっぱりしっかり作って、そうやってお客さんが増えることによって、スポンサーメリットも出るんで、お金はスポンサーだけではない。お金は人の心やったり価値なんで、まず価値。お金を出す価値のあるものをいかに作って、いかに理解してもらって、知ってもらって、それを払う。価値があるっていうことをやっぱ分かってもらうこと、ライト層コアにね、ライト層はライト層でいいんじゃないの。コア層になれば一人単価が上がるっていうことでもないんで、目指せ131。何それ、131って。パンダ。試合内容だけでなくイベントも重要。ね、安心して一日遊べるような空間作りもされてるスタジアムもあるし、収益も増える。読めへんだ。いやいやいや、入場者平均ね、2000人も今年増えて、よかったですね。いい雰囲気を作ってもらって。ライトサポね、ライトサポも来てくれてありがとうございます。YouTube 面白いってついて、本当に北野さん？北野さんよろしくお伝えください。北野さんはね、試合終わった後アドバイスもくれて、本当に正々堂々とした方で、ちょっとまたどっかで一杯やりたいですね。ここ出てもらうとまたややこしいからな。やめとこうか。そうなの。味の素もトヨタもイベントステージができたんや。やっぱこれからスタジアム自体が、スタジアムを設計するときに、どういうお客さんにどんな楽しみ方をしてもらうかっていうことを、まずきっちりと、考えて、それをいかに、演出できるかも含めての設計をしていくべきかなと。箱を作ってしまって、あとは使う人お願いねっていうのでは、家を建てる時の、まず建て売りで住んでみたらここ使いづらいやんみたいな感じっていうのはもうちょっと時代に合わないかなと。もう細かいところから一つずつ何をするかっていうことを考えて、作り手の人にそれを伝えて、作り手の人もそれを理解して、作っていく。クラブコミュニケーターが、石川くん。ねえ、同じ監督が長い間指導するのはチームには良いことなのですか？やっぱり、
トップのチームもそうやけど、やっぱ2年、3年、物事やっぱり石の上にも3年っていう言葉、本当にまさにそうかなと思うけど、やっぱり計画的にクラブがどんな規模かっていうのはあるんで、やっぱこう、まあ、水戸でもそうやし、今回の徳島でもそうやけど、やっぱり2年、3年かけて、強化、クラブ、監督、現場が一つになって、徐々に変えてきてると思うんで、まあそういう意味では、指揮を何年取るかっていうよりは、やっぱ複数年で、積み上げていく、同じ方向で、クラブ、強化、監督が、ビジョンを持って、そこに向けて、まあ日々もあるし、まあ年々、人の入れ替えで言うと、やっぱ夏と冬しかなかなか補強とか入れ替えできないんで、やっぱそこの機会も、まあ一年であればもうそこは一回しかできないし、まあ僕みたいに、まあ実績がないと、なかなかそこに意見は通らないんで、もう与えられたものでやる。で、2年目に変わるときに、初めて、意見が通ったり、で3年目に迎えるときにはまた、結果も含めて、積み上げができるんで、まあ、まずやっぱりクラブの方向性が強化も含めてないと、まあ、それがあれば着実に年々上がるはず。ない、上がれない、着実に年々こう積み上げて、まあ、エレベーター的にというか、J2 の中でも結構こう、上下に動くようなチームっていうのはその辺の一定した取り組みや考え方っていうのが不足してるんじゃないかなと。ねえ、レッツは3年計画を掲げましたね。掲げましたか。いいですね。まあそれをやること、まずもう一体になってやることっていうのは絶対大事じゃないかなと。え、千葉の悪口やんって。いやいや、特定のクラブのことは言ってません。実績がないとか問題なし、今期でめちゃくちゃ作られた。ありがとうございます。あ、料理長です。中田監督は素晴らしい料理長。監督って言うてるやん。中田料理長やろ、それやったら。サンガにはなかったんでしょうね、それが。いや、そんなことないです。ありました。聞いてますと、来季の京都が怖い。知りません。実はパンダが北野監督？あ、そう？石蔵さんは一年計画だった。いや、僕は違うけどね。小林慎二監督は、請負人として行く先々で短期間で結果を出しているのはすごい。すごい。あの、大分で一緒にやってますけどね。すごいですよね。まあ、フロントと確執あったから監督辞任されたのですか？違います。
かん。サンガのアディショナル、ロングアディショナルタイム。あ、ほんまや。もう1時間です。終わりますか。今日のあの趣旨、皆さん分かってますか？あの、また来た。ええかな。せめて12時までって。いやいやいや。もう寝ましょう。424人。これ続けて、この YouTube 続けてていいですか？あの、今じゃないけど、今後。プレーオフって何でしたっけ？何やったかな？もう遅いな。そろそろ寝ましょうか。なので結論、リカルド・ロドリゲス監督はよくものを言いました。皆さん温かく、その言った意図を、やっぱり、負けてなお言うっていうことを、汲み取れる、そんな、サッカーファン、ライトファンでもいいです。サッカーファンじゃなくてもいいですけども、ぜひ、そこに、ちょっと、落ち着かして終わりますか。はい、今日もお付き合いありがとうございました。皆さん、はい、おやすみなさい。切りますね。ではよいしょ。